ストを配布してくれました。こちらを気にするような感じでゆっくりと歩いてきてくれています。パテの方には行ってくれるのかな。あ、まだ人参をゲットしました。東北東を向いて一緒に食べましょう。ちょっと下が気になるのか。お、今恵方町の竹の方に向かってあります。恵方町を今匂いを嗅いで、あ、食べました。それでは皆さんも恵方町を食べる時間となります。かぶりついて食べております。ご主人が今食べている恵方巻き、ある程度食べ終わりましたら皆様の方にも恵方巻き配布させていただきます。今お座りいただきますと、グッズをかじる仕事が動いてくるかと思います。周りの緑色の円盤の部分は食べませんので、このように器用に剥いて中身の白っぽい部分のみを食べております。みんなガサガサ言い出したから怖くなったの。怖かったんかな。ごめんごめん。ガサ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 。
表示されるという仕組みになっております。こちらの体重計にパンダたちを、乗ってもらいまして、体重測定定期的に行っております。先日体重測ったところ、楓浜が現在 94.6kg、 そして結浜は 107.3kg と、すくすくと、はい、成長しております。はい、こちら乗せるのはフィーダーはあれ、竹筒の中に穴を開けて、転がしたらおやつが出る、パンダのおもちゃを最近パンダたちにあげているんですが、あれは、ちょうどですね、岸和田、大阪から持ってきている竹のパンダが食べない部分の竹の幹を利用して作っております。飼育スタッフがノコギリで穴を開けて与えてるんですが、ちょうどお正月で門松なんかを、作ってたくさん竹幹がありましたので、そういったのを利用してパンダたちに作って、飼育スタッフが作ってあげております。はい、特にですね、最近はカラスがおやつを狙って取りに行きますので、カラス除けの意味もあったんですが、カラスの方が実はちょっと賢い部分もありまして、パンダはですね、頑張って取らなくてもいつかもらえるということを知ってますので、あんまり一生懸命にならないですが、もうカラスは結構必死なので頭を使って、取っておりまして、カラスに攻略されないように私たちもいろいろ試行錯誤を重ねて作っているところです。